ナムジュヒョクは、大韓民国の俳優、モデルである、マネジメントスープ所属。1994年2月22日、不山考行市で誕生。中学生の頃からバスケットボールをしていて、当初はモデルではなく、バスケットボール選手になることを夢見ていた。怪我でバスケットボールをやめて、モデルになることを決めた。20歳の時、K プラスが主催した。 ワンデイモデルエクスペリエンスで1位を獲得し、K プラスとモデル契約を結んだ。2013年10月、韓国のファッションブランド、ソングツヨの 2014S、S コレクションにて、モデルデビューを果たす。2014年2月、K プラスは、YG エンターテインメントとパートナーシップ契約を締結したため、YG クプレス所属となった。 2014年4月、学童ミュージシャンの200%とギブラブのミュージックビデオに出演。ミュージックビデオ出演をきっかけに TVN ンヨビメでビッグ役にキャスティングされ俳優としてデビュー。同年 JTBC で放送されたバラエティ番組、学校に行ってきますに出演し、一気に知名度を上げる。2015年4月、KBS 恋するジェネレーションで 範囲ン役に抜擢され、初の主演デビューを果たす。2016年1月、TVN、恋は、チーズ・イン・ザ・トラップで、クオン・ウンテク役を演じた。7月、TVN、三色ごはんぽちゃん編に出演。このシリーズの出演者の中でも最年少であった。8月には、SBS、零零から、花萌えゆる八人の巫女たちから、で、第十三王子、ペガ役を、 11月には MBC、恋のゴールドメダル僕が恋したキム・ボクジュで、チョン・ジュニョン役を、2017年7月には TVN、ハベクの神父でハベク役を演じた。これらのドラマは多くの視聴者に好評を博し、海外でも次世代韓流スターとして大きな人気を集めた。コスモポリタンのインタビューでは、10年後は今より100倍素敵な人になりたいです。 俳優としてもそれだけ良くなりたいですと演技に対する思いを語った。2018年9月映画安市場グレートバトルにサムル役で出演。スクリーンデビューを果たした同作品で第38回韓国映画評論家協会賞をはじめとする数々の新人賞を受賞した。先輩俳優たちの間でも安定した演技力で存在感を発揮し、 演技の幅を広げて20代の俳優としての地位を固めてきた。2019年2月、JTBC、眩しくて私たちの輝く時間でイジュナ役を演じた。共演したベテラン女優、キム・ヘジャに対して、先輩と演技しながら、本当にジュナになって会話している気分だった。演技しているという気がしなかった。撮影していた3ヶ月は、すべての瞬間が幸せだったし、 一刻も早く撮影現場に行きたいというそんな時間だったとナイロンのインタビューで語った。2019年はテレビ出演が少ないもののネットフリックスオリジナルシリーズ保健教師やムニョンに皮切りにドラマや映画の撮影などを含め計5本の作品を準備した。2月に日本でファンミーティングを開催予定であったが新型コロナウイルスの影響で延期となった。四月 YG からマネジメントスープに遺跡を発表。マネジメントスープは、ナム樹クは、これまで多方面で彼ならでの魅力を披露し、幅広い演技の幅を固めており、これからも披露する能力が多い俳優である。俳優ナム、樹クの長所と無限の可能性、俳優としての力量が、よく発揮されるように助ける予定と述べた。9月25日より、ネットフリックスにて、 ネットフリックスオリジナルシリーズ保健教師やムニオンが配信された。10月には TVN スタートアップ夢の扉にムむドサン役で出演。12月には映画女性と魚と虎たちが韓国で公開された。4月20日、米国の経済専門誌フォーブスが選定した30歳未満のアジアで影響力のある30人に選ばれた。 7月29日、日本公式ファンクラブがリニアルオープンした。ファンミーティングその他2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。